はい、こんにちは、116インズです。最近ちょっと仕事が忙しくてなかなかコンスタントに動画を作れていなくてですね、今日もこんな感じでスライドをご用意できていなかったりと申し訳ないところではあるんですが、それはそれとして MLB ついに開幕しましたね。今季もどんな戦い、どんなシーズンになるのか楽しみなところではありますが、そんな開幕戦の前日の昨日ですね、なかなかのビッグニュースが飛び込んできまして、皆さんもご存知かと思いますが、ニューヨークメッツがフランシスコ・リンドアと10年総額3億4100万ドルの契約延長で合意したということで、いやエイプリルフールには少しばかり早いんじゃないかと思うぐらいのニュースでしたね。この契約延長分は来季からの10年契約のようですので、今期のリンドアの年俸2230万ドルと合わせますと、契約は11年総額3億6330万ドルということになりますけれども、凄まじい契約ですよね。メッツとリンドアはこの春契約延長に向けて交渉を続けていたことはずっと報道されてはいたんですけれども、両者の条件面の溝が思いのほか大きく、開幕前の契約延長はかなり厳しそうという空気が流れていた中で、この開幕前日に契約延長をまとめてきましたので、いやメッツよくやったんじゃないかと思いましたね。オフの間にオーナーが変わって大補強するぞと意気込みましたが、 FA 戦線ではターゲットにしていたトレバー・バウアーですとか、それからジョージ・スプリンガーを逃したりもして、ファンを少々やきもきさせたりもしましたが、それでも今や元 GM となってしまいましたが、ポーター元 GM がやらかす直前にインディアンスとリンドア獲得のトレードをまとめまして、そして今回チームの思惑通り契約延長にもこぎつけた。これだけでも十分評価に値するのではないかなと思っています。今回はそんなリンドアの契約延長について、いつもと変わらないかもしれませんが、個人的な感想という形でちょっと話していけたらなと思っております。で、今回の契約ですが、まず当初というかほんの数日前の時点でメッツはリンドアに対して10年総額3億2500万ドルの契約を提示したという話が出ていましたが、一方でリンドア側のカウンターオファーは12年総額3億8500万ドルと、契約総額にして6000万ドル、そして契約年数では2年の開きがあり、またリンドアもこれはメッツへのトレードが決まった時から言っていたことではあるんですが、シーズンに集中したいということもあってか、契約延長の交渉は開幕までと宣言していましたので、開幕数日前の時点でこれだけ双方の希望の契約にかなり差が出ている状況となってしまいますと、なかなかその差をあとじゃあ数日で埋めるのは難しいと思われていましたが、実際にはメッツ側が1年あたりの年俸を約160万ドル、10年総額で1600万ドル増やすという形で契約合意に至りました。契約総額は別に両者の希望の中間というわけではないですし、契約年数もメッツが当初オファーしたものから増えていないということを考えますと、個人的には思ったよりもリンドア側があっさり折れたなという印象ですね。今回の契約総額3億4100万ドルという額は MLB の歴史においてもマイク・トラウト、それからムーキー・ベッツに次ぐ大型契約となっていまして、先日フェルナンド・タティス・ジュニアがパドレスと14年総額3億4000万ドルというショートの選手としては史上最高額の契約を結んでいましたが、今回リンドアがこれをわずかに、100万ドルではあるんですけれども上回り、リンドアがショートの選手として史上最高額の契約をゲットすることになりました。リンドアがどこまでタティス・ジュニアの契約を意識していたのかはわかりませんが、この金額を見るとリンドアはとりあえずショートでナンバーワンになりたかったのかななんていうふうにも思ってしまいますね。タティス・ジュニアよりも当然契約年数が4年少なくて、で総額もほぼ変わりませんので、どちらにしてもリンドアの契約のインパクトは大きいですけどね。だってよくよく考えなくても分かりますけれども、10年総額で3億4100万ドル、1年あたりの年俸3400万ドルですからね。やばくないですか、この額は。リンドアはこの契約延長分が始まる来シーズンが28歳のシーズンとなるんですけれども、10年契約ということで37歳のシーズンまで毎年3400万ドルもの年俸を受け取ると考えますと、なかなか恐ろしい契約ですし、こんな契約をホイホイ提示できる球団も MLB といえど限られますので、この契約を結んだとなりますと、インディアンスが彼を残せなかったのもやむを得ないと思ってしまいますね。メッツに移籍した時点で契約延長は規定路線だと思っていましたし、おそらく多くの人もそう考えていたと思いますが、その背景としてはやはりリンドアの希望を叶えるだけの財力がある数少ない球団であるメッツに移籍したからというのもありますよね。ということで、とんでもない契約を今回リンドアはゲットしましたが、契約ちょっと高すぎるんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかと思います。確かに年俸3400万ドルは安いわけないんですけれども、今の時代彼クラスの選手と長期契約を結ぶとなると、これぐらいはかかっちゃうのかなとも思ってしまいましたね。
確かに昨年のリンドアは60試合フルで出て OPS7割5分、 ウィンズアボールリプレイスメントも 1.2 と彼にしてはかなり低調なシーズンでした。それが今の彼の実力を表しているのであれば、3400万ドルという平均年俸めちゃめちゃ高いです。ただ2016年以降のリンドアは2019年まで毎年140試合から150試合ととにかく試合に出続けることができましたし、昨年も先ほど言いましたが短縮シーズンをフル出場、大きな怪我がないというところが何よりも強みの選手です。そしてパフォーマンスの面でも高いレベルで安定していまして、ホームランも3年連続で30本、 OPS も毎年コンスタントに8割後半とショートながらバッティング面でインパクトを与えることのできる選手ですし、それでいて守備も素晴らしい守備力を持っている選手ですので、ウィンズアボールリプレイスメントもシーズン通算でコンスタントに5を超えるような成績を叩き出してきました。昨年はそもそもが異例のシーズンであったことを考えれば、昨年の不調はそこまで不安視する必要はないのかなと思っていますし、今のところリンドアが急激に選手として悪化するとは個人的には思っています。彼の能力からしてこれから年齢を重ねていくことで守備面が悪化する可能性はあれど、おそらく30代中盤あるいはそれぐらいの年齢まではショートとして一応はやっていけると思いますし、それで30本ぐらい打てるパワーがあって試合にも安定して出続けられるとなれば、十分契約には見合うんじゃないかと思っています。2021年のオフにはショートの大物選手たくさん FA 市場に出てきますが、例えばコーリー・シーガーですとかカルロス・コレアと比べてリンドアの頑丈さというのは目を見張るものがありますし、それでいて毎年高いレベルで成績面の方も安定しているわけですから、そういうスペシャルな選手であることを考えますと、どうしても今の MLB となるとこれぐらいの額は提示しないとなかなか選手からも契約延長を飲んでもらえないのかなと思ってしまいました。まあリンドアに関して少しばかりの不安要素を挙げるとしたら、まだニューヨークで1試合もプレイしていないというところですかね。クリーブランドからニューヨークとなると環境もガラッと変わるでしょうし、のしかかるプレッシャーもまた別質なものでしょうから、そういったところが彼のプレーにどう影響するか、それをまだ見ていないんで、そこだけがちょっと怖い部分であるんですけれども、ただリンドアのキャラクタースーパースターになるべくしてなった彼の人柄を考えれば、ニューヨークへの適用は実際のところは大した問題にはならないのかもしれません。長々と話しましたが、契約全体に対する個人的な感想としては、安すぎるということはないですが、彼の力を考えますと極めて妥当な契約なのかなと思っています。リンドアはこれから11年間おそらく彼の残りのキャリアをほぼ全てメッツに捧げることを決めました。あとはチームが彼を中心として勝てるチームを作ることができるか。このオフのメッツは冒頭でも触れましたが、大物選手を逃したりはしたものの、 JT リアルミュートではなくジェームス・マッケンを連れてきたりですとか、トレバー・メイを獲得したり、しれっとリンドアのトレードの中でカルロス・カラスコを獲得したり、パドレスの大補強に乗っかってジョー・イルケーシーをもらったりと、割と堅実な補強も随所で見られました。メッツの大補強と言いますとあまりうまくいかないイメージがついている気もしますが、このオフは今までとは違う部分も見せられたんじゃないかと思っています。あとはそれがシーズンで思惑通りとなるのか。同じ地区のブレイブスの壁はなかなかに厚いでしょうが、まずは今季の補強の成果を示すような1年として、リンドアと共に強豪球団への第一歩を踏み出せるか期待しましょう。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。